じゅうたんさん対モンキーカズさんの一曲ということで、よろしくお願いいたします。はい、こちら無差別級でね、本当にお強くて、はい、多分こちらも県代表の方でしょうね。そうですね、はい、間違いなくそういった方になります。はい、では最後のテーマを発表したいと思います。はいはい、よろしくお願いします。じゃじゃん、はい、ででんででん、はい、相手の弱い石に向かって逃げていこう。イエイイエイ、いや新しいこれ。はい、はい、今回は弱い石に向かって逃げるということですか。はいはい、先ほど弱い石は中央に向かって逃げることをまだ、お伝えしたんですけど、はいはいはい、要は3曲目ですね。ただですね、じゃあ今度は弱い、中央じゃなく、はい、相手の弱い石に向かって逃げていくのも有力だよということをお伝えしたいと思います。はい、はい、じゃあ早速よろしくお願いいたします。はい、黒がじゅうたんさん、はい、で白がモンキーカツさんですね。はい、はい、でじゅうたんさんはね、もう石がとにかく急所に向かう素晴らしい打ち方の方です。で、そうですね、はい、モンキーカツさんはね、かなり冷静な棋風の方だと思いました。はい、はい、で実戦こうなりまして、ね、ああもうすぐね挟んできましたね。これもね、はい、まあこちら受ける手もあったと思うんですけども、はいはいはい、はい、結構このじゅうたんさんは、まあ積極的な棋風ですね。なるほど、ちょっとここで一つ戦法を用意してたというところでしょうね。あえて、使ってみたというところですね。はい、はい、こちら打ってね、逆にこの白をちょっと攻めつつ、この右上から右辺を広げた打ち方ですね。なるほど、シマリとの相性がいいですもん ね、なかなか立派な箱型になってきましたね。はいはい、そうですね、はい、で実戦こうなって、さすがね無差別級の方も全く序盤問題なく、はい、でこっから戦いが始まってきました。はい、打ち込んだ位置も良かったですね。うん、なるほど、はい、でこうなってこうなった時にですね、はい、ちょっと弱い石のに向かって逃げるという今回のテーマとは違うんですが、はい、これはねちょっと打たなくても良かったと思います。うん、なるほどなるほど。実際ねこうなって、はい、多分この手の意図は、はい、すみません、こちらにこう逃げていった後のこの割り込みを阻止したんだと思います。はい、ああなるほどなるほど、確かにちょっと打たれたら怖いような気もしますが、はい、そうですね、はいはいはい、例えば通ってもこれでこう分断されるということだと思うんですけども、はい、意外にこの割り込みはですね、はい、逆にまあこちらから打たれたとしても、はい、はい、まあ黒地が増えたとしても真ん中がちょっと大きくなってしまうので、そっかそっか、代わりに真ん中が随分大きくなりますもんね。はい、はい、ただそこまで怖い手ではなかったですね。うん、なるほどなるほど。なのでそこをこう阻止した打ち方を打たれたんですけども、はい、ちょっと黒をごめんなさいね、固めてしまったっていうマイナスもありますもんね。はい、その、はいはいはい、ちょっとその方が、あったと思います。うん、っていうとこですかね。はい、で実際はねこうなりまして、はい、この辺はね結構手筋の応酬で、はい、はい、難しかったんですが、まあ、こういう形になりました。はい、なるほどなるほど、はい、でこうなった時に、ここでですね、はい、真っ黒の弱い石がここにできました。うんうんうん、はい、まあ地を稼いだ分これは弱い石ができたのは仕方なかったと思います。はい、で実際こうなってこうなったんですけども、はい、はい、ここで、まあ、じゅうたんさんこちらの急所にまず1本打ったの良かったですね。はいはいはい、よくできますねこの急所ね、一つ、ね、素晴らしいですね。はいはい、これで相手の出方を見て、はい、で白の石もちょっと傷があるので、はい、相手ちょっと外側から打って、はい、今度切ってきてもこの当たりしてこうやってこの1本があることで取ることができるという打ち方ですね。なのでその手で間接的に守ってるよということですね。さすが、はいはい、無差別級強いですね。うん、でこうやってこうなった時、はい、ここがですねちょっと今回のテーマの、はい、まあ、相手の弱い石に向かって逃げていこうという局面だったんです。ほう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 、なるほどなるほど、ここなんですね。そうで、まあ、黒が弱い、じゃあどう逃げるか。そうですね、で中央に向かっていくのは正しいね。じゃあさらに中央に向かうでも弱い石の方に向かって逃げる。なるほど、いやこれは大きな大きなヒントですね。はい、はい、ということで、じゃあちょっと藤森さんも最後はもう100億万点の手を、そうですね、最終問題だからやはり万波先生もかなりね、はい、これ難しめの問題出しましたご用意いただいたなとは思うんですけども、まあもうさすがにやっぱりね、私はこれもうパッと見たらこれはもう分かりますよ。分かりましたか。はい、最後の問題ね、100万円の問題と思って頑張ってくださいということで、はい、そうですね、これをちょっと当てて、はい、なぜか私がね逆にもらえる立場ということで、はい、じゃあちょっと頑張っていきたいと思います。さあこれは、まあ、真ん中の黒い、まあ、弱い石から打つっていうのは絶対なんで、かつねちょっと弱い石に向かってということですから、まあおそらくこちらの白っていうのはまあまあ開きがあるんで強いかなということで、この白をちょっと攻めつつもう逃げてしまおうということで、はい、で難しい問題です。そうですね、ちょっとうっかりすると自分も弱いからね、
どうするんだろう、逃げて薄みあんまり見せると自分も怖いですよ結構、はい、そうやってもそうですね、こっちに向かえってことだと思うんだけど、うん、ちょっと待ってくださいこれ、まあ、いろんな手があるので、まあこれまで考え方があったら正解しましょう、はい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 、あ、いいですかそっち系で、そっち系でいいです、なるほどなるほど、じゃあって言ってさっき安心して間違えたんだよなさっきね、うん、そうですね、いやいやこれはね、追加問題もあるかもしれませんからね、そうですね、ここではまあ、もう、行きましょう、これはね、はい、弱いし、向かって言うてましたから、なんて言ってましたもんね、ね、うん、これはもう、これじゃ向かったことにならないしな、よし、いや、向かうと怖いな、でもな、これ、大丈夫ですか、鬼じゃないですか、大丈夫です、はい、そうですよね、鬼ですけど大丈夫ですよ、いやいやいや、どうなんだろう、これ、皆さん、誰も手を挙げないじゃない、今回、その人のせいにしようかと思ったのに、いやいや、分かった、一択ですよ、いきます、はい、じゃあ、ここはもう私ね、はい、バシッと決めたいと思います、バシッと男です、はい、この石が弱くて、はい、この石も弱い、そしてそっちに向かえ、えということで、いやーそうかこれね難しいな、ちょっと今のちょっと待って、これはすごく番組的にいい今でしたね、うん、ちょっとこれね、いやーなんだろう、いや明らかにこれ打ちたい手はあるんですよ、打ちたい手はあるんだけど、うん、大丈夫、打ちたい手、今はね、そうだね、打ちたい手打つことが大事なんですよ、確かに間違えてもね、それが勉強になるからね、そうなんです、確かに確かに失敗せずに強くなろうっていうのがね、おこがましい、はい、ということでここにします、はい、ファイナルファイナルアンサーも強くしながら、だって相手の方に向かえって言ってましたから、これ向かって50-50も必要ない、50-50もいらない、テレフォンも、テレフォンもいらない、もうこれはもう、うん、DSM もうここで、いやでもここでそうか、ドロップアウトしてもう50万円もらっとくっていうのもあるかここで、そうですね、いやいやまさか逃げでね、いやいやこれで大丈夫だと思います、いきますか、はい、わかりました、いやわかんないなこれ、うん、いきます、はい、デキ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 、大正解、当たりましたよ、これ奇跡、100点満点、100点満点、ありがとうございます、いただきました、これはいい位置です、はい、私も第一感ここでして、はい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 、もちろんね、例えば何かもっといいってあるかもしれませんけども、はいはいはい、考え方としては、うん、弱い石、こちらの弱い石に向かって、まあ、とにあとは中央に向かって逃げていくこと、はいはいはい、なんでこれは両方満たしてますね、うんうんうん、相手の弱い石、そして中央ということで、うん、そうですね、うん、確かに確かに、はい、これね、まあ、例えばまあ相手がつけてきたりとかでね、うんうん、まあ、何がまた攻めてくるかもしれませんけども、はい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 、これね、あの白の石もですね、意外にこう強く、うん、あの 弱い石なので、はい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 、まあ、これ攻めというよりかちょっと逃げに近くなってくるんですね、うん、そういうことですね、はい、そしたらまあ攻める手もあるかもしれません、まあ、このように素直に伸びたとしても、うん、はい、うん、白がこうやって補強してる間に黒も自然に補強されてきました、はい、ああそういうことなんですね、うん、はいはいはい、確かに先に伸びれますからね、これならね、これだったら、まあ、はい、まだまだちょっと白へのちょっと黒はあの攻めの、ね、うん、もうチャンスもありますし、はい、なおかつ自分の石も強くなってるので、うんうんうん、はい、これは黒としてはバッチリの打ち方になります、そういうことなんですね、うん、はい、ただまあ桂馬って私正直言うと第一感は一間飛びでなんか逃げていこうとしてたんですよ、ただまあヒントでね、ちょっと弱い方にっていうのがあってちょっと桂馬したんですけど、はい、桂馬すると、まあ、相手のプレッシャーはもちろんかかるんだけど、うん、その分気づかんのが唯一怖いですよね、そうですね、はい、そこの傷って大丈夫なんですか、正直そこも読めない中で打ったわけですけども、はい、はい、これはですね、ちょっとね、うん、読みもこの方は必要ではあるんですけども、はい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 、じゃあ桂馬の付け越しでいきましょうか、そうですね、付け越しが一番怖いです、うん、やっぱり ね筋でいいですからね、はい、はい、これがやっぱ一番こう弱点なんですけども、うん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 、これね、先ほどこの、うん、絨毯さん急所に行くならすごくいいっていうふうにことをお伝えしたんですけども、はい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 、この急所に行ったことで白の傷がね、うん、ちょっとやっぱりここが、はい、なんかこうちらついてるところなんですね、はいはいはい、こう打った時にこのね、かけつぎが、はい、あーなるほど、はい、ここに駆けついで次に例えばこの一目を何か逃げる と、はい、げると、うん、ここに切られて、そうかそうか、今度は駆けつきで逃げられてますからね、そうなんです、そうかそうか、これ種石取れますね、はい、これ取られちゃいますね、うんうん、確かに確かに、うん、でということは何か守るとそっちを守ると今度はここに駆けていって、うん、あーそうか、支障じゃなくて下駄でね、下駄で取れてしまうという、そうなんです、ということでうまいですね、その手がね、うん、なのでちょっとね、はい、やっぱ少し読みは必要になってしまう場面ではあったんですけども、うんうんうん、はい、でも考え方としてこの弱い石に向かって逃げる、はい、でちょっとそこまで読めなかったということはこのコスミでもいいですよね、あーなるほどなるほど、うん、そういう感じでもいいんで、まあ、ちょっと相手にプレッシャーかけつつ逃げるように、はい、逃げていくことが大事ですね、はい、これが弱い石の逃げる方向としてすごく大事になるところです、はい、そうか、相手のやっぱ強い方に逃げるんじゃなくて弱い方に向かって逃げることでそれが攻めにつながる可能性が出てくると、はい、いうことなんですね、やっぱ相手のね、まあ、攻めは最大の防御という言葉もあります通り、そうですね、はい、うんうんうん、なんでこの考え方ちょっとね、まあ、難しくはなるんですけども、はい、まあ、迷ったらまずは
中央に出ていく、はい、これが第一条件、うんうんうん、で中央に出ていく上でさらに相手の弱い石の方に近づけた中央に出ていくだったらもっとベタ、うん、なるほどなるほど、そういうことですね、うん、これ確かに考え方の問題だからもう打ってれば必ずと言っていいほどできる一つの考え方かなと思いますので、逃げる時のぜひ参考にしていただけたらいいかなというところですね。はい、ありがとうございます。実際はね、うん、ちょっとねこっち側の強い方に向かって逃げてしまったので、うんうん、なるほどなるほど、悪い手ではないんですが、白も安心してしまったというところですね。そういうことですね、うん、確かにこうなってちょっと白が少しゆたりができてしまった、はい、というところでした、うんうん、はい、うん、はい、なのでねちょっとね、まあ、この後こうなってって、うん、はい、あとねもう一箇所ね、多分この打ち込みは、うん、まあこの弱い石から離れてしまったので、うんうんうん、はい、ちょっと白に反発されてしまったんですけども、はい、多分ここも、うん、まあ、弱い石の方に向かってこっちの方に、はい、逃げていきたかったので、はい、まあ、一回こうやって様子を見て、はいはいはい、打ててくれたら、うん、こちら側の弱い石の方に向かって逃げる。そっか、これで逃げつつもやっぱ白も結構怖いんじゃないみたいなね、そうですことが言えるわけですね、うん、はいはい、そしてこっちはこっちではなく、うん、はい、やっぱできれば弱い石の方の、まあ、この当て、うん、例えば、まあ、あとは、うん、すいません、こっちの子もっと言ってもいいですね、はい、うん、あの方向的にはこちら側の方の弱い石側に行く方が良かったと思います、はい、そういうことですね、うん、はい、はい、ということで、まあ、非常にね、まあ、考え方が参考になる一曲だったかなと思います。はい、はい。